走れ大井チャンネル。皆さんこんばんは、走れ大井チャンネルです。今日はグローブを紹介します。今日紹介するグローブはこちら、はい、こちらアンダーアーマーの軟式グローブになります。で、型番が QBB0279 ですね。こちら軟式用のグローブで、革はステアの革になります。で、販売価格が23,000円に税がつきますね。はい、こちら軟式用のグローブということで今回紹介させてもらうんですけど、アンダーアーマーの公式サイトでは、しっとりしていながら固めで張りのあるステアと書いてあります。で、オールラウンド用で広いキャッチングエリアと書いてあります。こちらのグローブのまずいいところですね。いいところは軟式用なのに革がしっかりしているということです。はい、見てもらうと分かるように軟式って結構ペナペナな革のイメージがあるんですけど、こちらのグローブ、公式まではいかないんですけど、いい張りを持ってますね。革が、中身はこんな感じです。で、こちらのグローブはまだ買ってあまり使っていないので、やっぱり軟式を取ると弾いてしまうんですよ。こんぐらいですかね、閉じるのが。なんでまだ弾いてしまいます。そこで今回、こちらのグローブを片付けをしていくんですよね。そちらの動画を次回の動画で載せるんですけど、今回はこちらのグローブ紹介をしたいと思います。まずアンダーアーマーのグローブ、自分は使ったことがまだないです。で、グローブが出たのが2年ぐらい前ですかね、アンダーアーマーのグローブは。で、最初沢村選手や、まあ、あと柳田選手、糸井選手が使ってて、まあ、とてもかっこいいというイメージがありました。で、やっぱり一番かっこいいのはここのラベルですかね。この水のプロくらい箱の出っ張ってるこのラベルがとてもかっこいいなと思いました、最初は。で、まあ、あとは形としては、メーカーで言うとですね、どっちかっていうとローリングスに似てるかなって感じがします。この丸さがちょっと似てるかなって思うんですよね。 SSK にも似てるかもしれないですね。少し少し丸みのあるグローブなんで、まあ、水野とかとはちょっと違うかなっていうイメージがあります。まあ本当に個人的な感想なんでよくわかんないんですけど。で、こちらのグローブは内野手のセカンドで主に使っているということで、こちらの面ですね、やっぱり面がまだちょっと出っ張りがあるんですよ。ここにここですね、ここにちょっとシワが気になるんですよね。これを、芋みをして叩いていこうと思います。で、芋みは予定では明日行う予定なんですけど、いろいろ今調べていて芋みの知識を学んでいるところです。で、自分は、中学校の時にグローブを芋みしたことがあるんですけど、その時は汚れ落としがメインだったんですよね。オイルがいっぱいついてしまって黒くなってしまったんで、それを落とすためにも用しました。で、まあ、4つぐらいやったんですけど、まあ、失敗って失敗まではいかなかったんで、やっぱした後、芋みをした後は軽くて型も戻っていて使いやすいと思うんで、こちらのグローブもしっかりと型をつけようと思います。はい、で、アンダーマーのグローブを欲しいと思っている方は軟式用で言うとですね、ピッチャー用が2種類で、内野手用が2種類、外野手が1種類となっていて、色は各ポジション2色ずつぐらいですかね。ちなみに内野手はこのオレンジと黒があります。黒はですね、結構本当に真っ黒の革で、こういう感じの革ですね。最近やっぱ自分も試合とか教えた中でアンダーマンのグローブってなるとやっぱピッピッチャーが多いですかね。ピッチャーでアンダーアーマーだっていうのはいますけど、でも外野とかも本当にチームに1人いるかいないかぐらいだと思います。まだそこまであれですかね、上がってきてないメーカーなのかもしれません。これから人気が出てくるメーカーなんかもしれないんですけど、やっぱりアンダーアーマーはウェアがとてもいいものを作っているんで、これからのグローブでいいグローブを得ることを期待しましょう。もしいいグローブが出れば自分も買おうと思います。
はい、そしてアンダーアーマーのグローブのいいところはフィット感ですかね。フィット感がとてもいいと思います。冷めた時に指にとてもこう吸い付くような、このナタワの素材を使っているんですかね。とてもこう一体化して動くような感じがします。ぜひこれからアンダーアーマーを買おうと思っている方は一度はめてみて、そのフィット感っていうのを見てほしいと思います。はい、というわけでこちら、友達のグローブなんですけど、まあアンダーアーマーのグローブということで、自分も初めて、はめたというか使ってはことがないんで、初めて挑戦するグローブです。しっかりと勉強して次の動画で重みをしたいと思います。はい、今日の動画はこれで終わります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では。チャンネル登録お願いします。